21歳の学生です。はい、23歳の学生です。まあ、バイト先ですね。半今日で半年、それでなんかこんな感じは、まあ、僕ですね。先生、あれどうなの？あれも本当になんかあれどうあれちょっとこれシークレットの方があれはおかしい。なんか普通に考えたら、なんだろう、例えばまあこうやっていいとこデートした後にいいとこの景色とかご飯食べながらとか、急になんか添え場っていうかよしっていう感じで言うじゃないですか普通は。じゃなくてどっちかっていうとなんかドライブしてたんですね。その流れで結構強引なとこなんですけど、車止めてその場で言いましたね。まあ、言葉はちょっと覚えてないかな。忘れるよね。私もちょっとあんま覚えてない。地元ら辺をひたすらなんかおしゃべりしながらドライブしてたってだけで、目的とかあんまりなかったです。うん、言うて結構行ったよね。5回目は、うん、なんかもともと知り合いだったんですけど、もう2年ぐらい知り合いだったで、バイト一緒だったん、ね、でそこからなんかなんだっけ、就活の相談とか乗ってもらうようになって、なんかご飯とか行くようになってって感じですね。あのややこしいんですけど、私が1年浪人してるんで同じ学年みたいな。まあ、それはその時に知って、それまではまあ先輩って感じ。その相談された時にえってでいきなりタメ語でいいよって言われても、ちょっと先輩みたいな、これまでそういうとこがあるんで、そこの切り替えちょっと難しかったんですけど、タメ語でいいよって言ってからどんどんその遊ぶようになってたのか。めっちゃ保険かけてた記憶はあります。なんか何が言いたいんだろうみたいな今までの関係をこう壊したくないなっていうのもあったっていうのもあった。私はなんかもうバイト先でまあなんかしっかりしてるなぐらいで、本当に異性として見てなかったよね。なんか弟みたいな感じで、可愛がってもらってた側で。そうですね。でもだんだんこう相談乗ってもらううちに、えこんなにしっかりしてるんだみたいな、なんかすごい考えを持ってるんだみたいな、自分のビジョンみたいなのを持ってるのがすごい意外だったし、ある意味尊敬尊敬をするような場面が見つけられたから、この人いいなって思いました。これはちょっとカットじゃねえな。まあこうやって素直に言ってくれるとこがまあいいと思います。なんだろう。いいですか、じゃあちょっと。いや私行くばっかだよね。はい、すいません。いやまあ仕方ないことなんですけど、よくまあ遅らせてほしいっていうのもあって、まあ、ちなみに今日も。まあ、言わないでよ。まあ今日はまあ本当仕方ないんですけど、30分ぐらいか遅らして回ったんですけど、ちょっと多いかなっていう。はい、すいませんでした。はい。その過ぎてからじゃないんでまだ大丈夫なんですけど。手前で。はい。私は思い浮かばないです。1年記念は日立海浜公園行きたいなとか。なんでですか？いやおかしい。なんかあの花、お花畑とか行ったことないから行ってみたいです。あの有名じゃないですか、あそこは。全然行ったことない。行きましょう。はい、真ん中。もしも相手が浮気したら、はい、私、浮気したら浮気したら、ちょっとどこに自分のその浮気させるところがあったのか考えられるうちはまだその人のことが好きだと思うので、やっぱその場になってみないと分かんないですね。変わると思います。怖い。いやでもこのもしもはないって言っちゃあれなんですけど、前々からその話聞いてる限りもそうなんですけど、本当に一途になってくれる人っていうのは、それもまあいいなと思ったポイントなんですけど、普通にしないっていうのはもうまあ、分かってるので分かってるので、まあ分かってますよね。はい、分かってますよっていうことなんで、この仮はないです。その時は多分ね、どうなんでしょうね。どうなるんでしょうね。怖い。この人怖い。確かに結構こういう話もするんですけど、差しで、まあ、ご飯とかならまだいいんですけど、まあ友達とかは全然いいんですけど、新規とかなんかこれから出会う人といきなり差しで行ったりとか、ましてやいい雰囲気になりそうな飲み屋さんとかバーとかに行かれたら、
この野郎クソ野郎って怖っ、ちょっと怖いんだけど、ちょっとブラック見ちゃいますね感情の上下がすごいすごい、すごいね。大丈夫です、笑顔で言うんです、それでは一番怖いですよね。いや、お酒は仕事とか、なんか自分の趣味で、なんかさらにこうそれが成長するための出会いだったら、まあ応援したいなって思うんですけど、明らかにこう、あれだよね、異性として魅力を感じるような場面を、なんだろ、二人きりとかで、なんて言えばいいんだあ、ダメだってなご飯は全然いいですね。お酒ってやっぱ分かんないじゃないですか、怖いし。友達とかだったら全然大丈夫だけど、やっぱり浅い関係とか友達関係から異性関係というかに転じそうな人とは言ってほしくないですね。怖あ あこの人で良かったと思う瞬間は半年いたら、ね、あ、まあ、あります。これも先からお願いします。あ、はい、どんなに私が不機嫌でも、まあ、機嫌が良くてもなんかずっとぶれないでそのままでいいってずっと言ってくれるのが本当に、あ、この人でよかったなって思います。他にはありますか？え、なんでうるさい、若くもいいよ。いや、もう今この時ですね、もう何こうやって一緒に、なんかもうこれも正直提案してくれたんですね。で、意外とギリギリまで決まってなくて、それで、まあ、どうしようかっていう時に、まあ、昨日遅くまでバイトあったんですけど、その間にここ行きたいっていうのを事前に決めててくれてっていうか、いざという時にすごい決めてくれるところがかっこいいですね。そう、なんだそれ、キュンとしちゃいますね。なんか昨日突然思いついて提案しましたじゃあ私からでいい？はい、まあ、4月からお互い社会人になって環境変わるけど、なんだろうなんだろうな、なんて言えばいいんだろう、こういうの、あー、やばいやばい、出ちゃう、ボロが出ちゃう、ボロが出ちゃう、なんか、なんだろうな、お互い、なんか迷わずにずっと、なんだろう、迷わずじゃないな、なんかに影響されずに、何か軸をぶれずに一緒に入れるといいな。おー、変かな、なんか入れたらいいなみたいな。これからもよろしくお願いします。はい、変な言葉になっちゃった。こちらこそですね、先輩先輩ですね。まあ本当に、なんだろうな、これからも本当よろしくお願いしますっていう気持ちでいっぱいだし、まあなんかいろんなあると思うよね、多分まあ乗り越えていきましょう、イエーって感じ。はい、東京ときめきチャンネル、また見てね。